J1 の谷口農園。今日はあの収穫祭、夏の収穫祭。夏の収穫祭。そう暑い中で夏の収穫祭。整えて。まあ見ていただいたら分かると思うんですけど。芋行きますか。じゃがいもがもうちょっと前に見たらいい感じだった。お、すごい。これがってる。晴れに枯れたんで。さあ行きますか。いい応援歌が流れてるな。俺も歌ってたんだよな。どうすか。これちょっとやばい。うわちょっと大きすぎたかな。あーでもいい。おーいい。おーいい。でちょっと夏の大収穫祭。あーちょっと遅すぎたかな。熟してるな。今日肉付けちまってんすよ。暑い日に収穫。これ、いい感じだ。ちょっと全然ない。あれあれなんかね、だったね。消えたっすか。匂いがするもん。匂いやばいっすね。長く置きすぎたね。置きすぎましたかね。連戦で連戦でじゃあここに、はい、よさげなのよ。じゃあここに、はい、よさげなのよ。よさげなのよ。あそこに新入部員が。もっとうちの若手平ちゃん候補に配属いたしました。皆さんは健二氏です。健ちゃんの健ちゃん。平ちゃん名前下の名前は勝也です。健ちゃんです。めくい。あ、ほら、めくいじゃん、ほら。ちょっとぷよぷよ。ぷよぷよのメイクイン。くっせぇ。全然大きくなってないですね。見るより臭いです。よーし。おー、いいんじゃないですか。これいいじゃないですか。いや、トウモロコシなんですけどね。オーマイガー。オーマイガー。実がつく前にイカれてる。これ美味しそうですね。お？お？
ちゃいいですね。めっちゃいい感じじゃないですか。わあ、実が枯れてる。実がつく前に。まだ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 ありますから、追加です。イラちゃんに見てもらいながら。一番大きいやつですよ、これが。赤玉スイカ。やばい。どんな感じ、割れそう。もう裏が、うん、裏もう割れてる。グニョってなってる。これはあの品種改良して、谷口農園仕様にした赤玉スイカ。もう汁が垂れてる。くっそ。でも全部あそこにもほら淀んでる。あれは？あれ残る。あ、これ。ああ若干ちょっと良さげっす。でもあんな状態からこんななるんですね。すごいっすね。これもあった。これなんか可愛い。やべえやつ。スイカだった。元スイカ。猫の手。これ黄色だ。え、吉野系じゃない。いやー、ちょっと遅かった。羽の周りがね、ちょっと煮えてる。でもいい匂いする、スイカの。あー、うわ、でも惜しいっすね。うわ、でもいい感じの。おい、パス練習やれよ。もうちょ待てよ。うわ、惜しい。うわ、惜しい。斜め切り。いや、いけたっすね。早ければ、はい、最初はグーじゃん、はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょう。味がない。甘くないの？うん、すごい出たね。冷たければ成立。冷たければ塩かけてみたら。お塩いけそうな感じ。やめときましょう。うん。いやでもスイカ取る時期によっては素晴らしかったんじゃないですか。枝豆です。どーん、暑すぎてすごい枯れてます。いいっすね。ふんばりも暑い中、ゆじくんも頑張って取れた中、どーん、ガリ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 。いやー、怪しい。あー、でもこのくらいは。カリだね。これカリカリだね。
これダメだね。くるくるダメだな、ちょっと厳しいっすね。いやー厳しい、ダメだこりゃ、ダメだダメだこりゃ、来た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 、お疲れ様です。ゴミ処理です。いやいや枝豆を雑草抜いてるの。いやいや違う、また来年頑張る。違う違う、枝豆をもうできてるじゃん。残念でした。お店で食べようか。美味しい枝豆は欲張っちゃったっすかね。酒大したがゆえのちょっと距離あるから遠距離恋愛になっちゃったか。近くに行ってあげれば愛はあったんですけどね。はい、みそちゃん。はい、みそちゃん。まっさい、ご苦労様です。ダメだった、全然ダメ、胸板薄すぎる、入団したてのニコ俊介みたいな。あの芋っぽい俺。頑張ってください。どうした、朝からリカージュイラキン、私はちょっとダメでしたね。枝豆かすぎてトマトっすね。素晴らしい出来っすね。このマイクロトマトちゃんすごい美味しいですし、トマトで始まりトマト中断期間に岩手でちょっと温泉に入ったんですよ。あ、そうみたいね。働いてたホテルいい部屋泊まりに行って、部屋にの電動マッサージチェアまでついて、飲み物をサービスしてくれて、すごい良かったです。観光協会思えばこれが始まる原点の観光協会にも行き、なんか祭りの準備してたんですよ。それも僕らチーム手伝ってたんですよ。バスの誘導したりとか、ゴミ拾いしたりとか、花火大会の手伝いして、すごい懐かしいなと思いながら、で、連中とか花を見に来てくれたんですよ。水やりしてた、ちゃんとありました。これだ、電柱ぶら下がってるの感覚広がってて、めっちゃ奥までふわと思って、スプリンクラーっていうか、なんか水やり簡単になったらしくて、今は楽だしあんなに苦労してたのに、すごいっすね。しかもちゃんと色ついてるって、綺麗にシーズン3っすか、もう早いっすね。お疲れ様ちゃん、真面目すごい馴染んでるなと思います。いいポジショニングしてるんじゃないですか、俺たちのスタイル。いい距離感で出社ですよ。23歳、どうしたっすね。いやいや、なじませていただいてる皆さんのおかげでした。でもこんなサラダ、うまい、これはすごいですよ。原点トマト、今回マイクロトマトって言ってちょっとちっちゃいやつなんですよ。美味しいっす、甘みがあって、それをはい、みんなで食べて、またうちのスタイル。よし。一度増えたね、処理。偽物のタッチャンすか。偽物のタッチャン。本物。軽くんじゃない、軽くんじゃない。いやもう終わった。終わった。トマトマジで。これ肉ちっちゃいじゃん。これマジでうまい。食べれないじゃん。
かなって思ってます。思ったっす。じゃあ明日のベンチカフェで。洗って。明日のベンチカフェで。食べてください。ちょっと感想。感想聞かせてください。あとこれ、お願いします。これも。これ枝豆。リュウさん。ごめん、どこに枝豆あるかわかんない。え、どれ全然触ってない枯れたこれいい方これえ、いい方いいやつですいや、ほんと分かんなかったもん今でもいいね見てこれスイカスもうこれもうダメなやつでしょこれは食べれたもんじゃない惜しかったっすこれあれでしょ収穫時期オフだったからそういうことですよねいや違うです連戦が連戦があったんで連戦があったんでいやだあのオフの時だなあの連休の時にちょっと臭いっすくずやばいっす果物が臭いっすJ1 の谷口農園